日向坂46の斉藤京子が、28日放送のテレビ朝日系バラエティ番組、キョコロヒー、毎週月曜夜11時50分に出演。インド映画のスターが斉藤のダンスを絶賛した。10月21日から公開中のアクション系インド映画、R、で主演を務める俳優の NTR ジュニアとラームチャランが VTR で出演した。インド映画といえばリズミカルなダンスが印象的だが、主演の二人も作中でキレキレなダンスを披露し話題となっている。そんな二人に斉藤のダンスがインドでも通じるのかどうか、メガボルトで斉藤のダンスを見てもらった。するとチャランは、素晴らしい、と即答、監督にも一言言っとくよ、と続けて、NTR も、僕たちと一緒にいい映画作れそうだね、と斉藤のダンスを絶賛した。さらにチャランは写真で見せられた斉藤について、R のヒロインの美女である、ジェニー役ができるんじゃないかな、と心優しき女性のイメージだと、斉藤についてかなり好印象を持った様子。ダンス大国であるインドのスターたちからのこのコメントに斉藤は、ガチ嬉しい、と笑顔を見せた。VTR の鑑賞後、すっかり乗り気となったお笑いタレントのヒコロヒーから、R の二人に、4人でドラマ撮りましょう、と呼びかけも。内容はアクションではなくフジテレビ系ドラマ、ヤマトナデシコのようなラブコメディーがいいのだとか。斉藤はヒコロヒーの意外すぎる提案に笑いながら、全然ジャンル違う、とツッコミを入れた。バル、スターからの高評価に、斉藤京子ついに世界へ、と反響。インド映画のスター二人が斉藤を絶賛したことに対してネットでは、R のお二人が認めた、京子さんすごい、と盛り上がった。それと同時に、キョンコ、斉藤。インド映画デビューの未来、世界に羽ばたくのね、と今後の斉藤の海外進出に対する期待の声も多く上がった。